手紙をもらった俺にも、大晦日の日、告白した世界は存在するのかって考える。カケルに嫌われたかも。そんなことない。もし嫌われても大丈夫。その時は俺がまた、カケルをナホのとこまで連れてくるから。お前らが離れないように、見守っててやるから。だからナホ、怖がってないでもっと前に進んでみろよ。カケルといられる時間を、ちゃんと大切にしろ。早くカケル呼んでこい。早くしないと、年越しちまうぞ。でも、それはない。その選択肢は、俺にはもうないから。あの時から。お前、カケルが好きなんだろ？ナホの笑顔や幸せを作れるのは、カケルだから。何お願いしたの？長かったね。うん。母さんに、すごく大切な友達ができたって伝えた。部活も毎日楽しくやってるから、心配しないでって。それと、ナホとずっと一緒にいられますようにってお願いした。私も、カケルとずっと一緒にいられますようにって、10年後も、その先もずっと一緒に、笑顔でいられますようにってお願いした。ナホ、お祭りの時、俺が幸せになるようにってお願いしてくれたよね。叶えてくれてありがとう。俺、ナホやみんながいてくれて幸せだよ。今度は俺が幸せにするからね。約束する。カケルは自分が幸せになることを遠慮するやつだった。ナホもそうだ。誰かが背中を押してやらなきゃ何もできない二人で、二人が並んで歩くことすら奇跡なんだと、今は思う。10年後、俺は何をしているか、ナホとカケルは誰と笑っているか、俺にはナホと結婚できる幸せな未来だってある。子供だっている。それに、カケルが生きていてくれたら、きっと最高の人生になるだろうな。自分の人生は、自分で選べ。あとそれと、もう一つ、ずっと後悔していることがある。カケルとナホが、隣同士並んで、幸せそうに笑う未来を、俺は見てみたかった。未来にいる10年後の俺、俺が選ぶ未来を、お前にも見せてやりたかったな。
飲み物買ってきたよ。あとコップとか箸とか。ありがとう。みんなももうすぐ作って。かける抱っこ買ってくれよ。車に忘れ物してきた。あ、いいよ、私が。おいで。ハル、諏訪が大好きで離れないんだよ。ずっとこうで。いつも人見知りするくせに。ハル君が女の子なら結婚したのにな。やめろよ。ほんじゃ、ハル君と散歩がてら行ってくるわ。ごめんね、諏訪、迷惑かけて。ごめん、ここにいる。ああ。それでは、ハル君の誕生日と久々の6人の再会を祝して乾杯。先月も集まったろ。じゃあ、ハル君の誕生日と萩田に彼女ができたことを祝して。え、萩田、彼女できたの？アズ。アズ、アズ、乾杯！乾杯！乾杯！エーベー！結婚式いつするの？結婚してねえよ、まだ。まだ？え、うちら結婚すんの？しねえのかよ！誰がするか、バカ野郎！してやってもいいぞ、バカ野郎！すればいいのに！そろそろ時間じゃない？あー、そうだった。さっさと飾るかよ。ほとんど諏訪食ったね。腹減ったな。どこの漫画の主人公だよ。続きはうちでいいよ。やった。久しぶりだな、かけるんち。え、萩田くんも来るの？呼べよ。急げ急げ、早くしないと見逃すぞ。萩田、これよろしく。おい、こんなに持てねえよ。時間いい感じじゃない？うん、そうだね。きれい。オレンジだ。町も桜もみんなも、俺のずっと見たかった景色だ。なあ、かける。お前は過去の自分に手紙送ってみたいと思う？うん、自分と母さんに送りたい。今幸せだよって、いつか生きててよかったって思う日が必ず来るから、生きていてほしいって書きたい。書こう、カケルが後悔しない未来を。Thank you.
はよう。夢を見た。かけるの夢。みんなで一緒に夕日を見た。手紙、ありがとうって。うん。俺も。手紙はどうなったかな。手紙が届かない世界があるとしたら、手紙が届いた世界だってあるだろう。可能性の数だけ俺たちには選べる未来がある。失敗があれば成功だってあるから。もしもう一度過去をやり直せるなら、もう迷わない。今度は必ず俺がお前を助けに行くからな。なほ？始業式遅れるわよ。起きなさい。なほ？